はい、時刻はね、もうこんな感じで、はい、いつものもう夕暮れっていうか、もう日が落ちてます、完全に。でまあね、もう配線もしんちゃかめっちゃかな感じで、作業の方続いておりますけれども、でバイザーモニターの方ね、取り掛かろうと思ってさっきいろいろ見てたりやったりしてたんですけど、ですね、まあこちらですね、まあ元のやつを外してみたら、映ってるかな、これちょっと見えづらいかもしんないけど、こんな感じで、まあ、切り替えてある感じですね、天井の方がね、鉄板が、はい、で元のやつが外すとこんな感じ、はい、で要は固定の方法が、まあ、ここに金具を差し込んで、まあ、固定するタイプなんですよね。ただはい、この今回つけるバイザーモニターの固定方法がこんな感じなんですよ。ついてる、まあ、マウンターというかね、ブラケットが要はネジで固定するタイプなので、もうこのままだとつかないっていうのが発覚しました、結構前に。で取り付けるにはね、ちょっとベッド、もうブラケットというか、そういう手段をちょっとね用いらないとダメだっていうのが、どうやらちょっとミンカラさんの方でね調査した結果判明したので、これからその対応をちょっとしていきます。はい、で今急いでね、それが判明してから、カインズホームにダッシュで、担当すっ飛ばして行ってきましたけれども、この辺ですね、このステーミニステーと、まあ、ネジとねボルトがセットになったやつ M3、 多分これでいけると思うのでやっていきます。じゃあこのね金属をねアロアロまでくっつけるというところ。本当にくっつくんかなこれ。まあでもね、あっちの方はなんかついてるっぽいですけどね、これ折っちゃったやつ、ヘッドリスト芋の。めっちゃ怖い。とりあえずくっつくみたいなんで、はい、このボルトをね、ナットをくっつけたいと思います。いきます。ちょっとでいいのかな、すげー量が分かんねえな、適切な量が。周りもはい、こんな感じで乾燥させて様子見ます。これで固まってくんないとここがもうつかないからね、うん、これにかけるしかない。まあミンカラだとこの方法でやってる諸先輩方がいるらしい。はい、習って やっていきます。じゃあさっきねアロンアルファか接着剤で、ナットをくっつけまして、で、両面テープを両サイドに貼って、でこのね空いたところ、ここにこんな感じでくっつけていきます。
うまくいくんでしょうかって感じですけどね。まず一箇所、はい、でもう一個ね、下の方に、それ送っちゃったら乗せるんだ。この白いやつがねちょっと邪魔なんですよね、純正のやつね。いっかな、こんなもんで大丈夫かな。つきますようにって感じで、はい、これでちょっとチャレンジしてみたいと思います。はい、じゃあこれで止めていきます。頼む、行ってくれ。私も祈ってます。すっげー慎重に締めてっかんね。いいんじゃないの、いいんじゃないの。よし、もう一個いきます。いってるかな。怖え、怖えよ。いってるね、とりあえず進んでるね。締めが怖いことはないです、今までかつて。行ってますね。グラグラしてるのがすげえ気になるんだけど、大丈夫な俺。グラグラしてるよね、なんかね、はい、すげえ不安定な感じだけど、怖え。とりあえずでも進んでってんだよ、進んでってんだ。ちょっとですね、怖え。何がいいの、どっかな。こっちは結構決まってんだ、これ。うん。聞いてねえんかな、もしかして。まだ閉まりきってねえってことか。あれ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 、なんていうことでしょうか。
最後で落ちました。あー疲れだもん。ということでエンディングです。いかがだったでしょうか。素晴らしい素晴らしい、お疲れ様でした。皆さん本当にお疲れ様でした。いやまあとりあえずですね、絵面的にはこんな感じで無事にね着きました。本当にお疲れ様です。皆さんお疲れ様です。です。今何時でしょうか、しんさん。もう11時過ぎてますね。14時間、どこで歯車が狂ってしまったんでしょうかっていう感じなんですけども、おそらくまあ前半はね、もうこのヘッドレストの方はわりかしうまくいきましたよね。まあ予定通りというか、うん、わりかし進んだと思うんですけど、まあ途中ねなんか佐野くんがね折っちゃったりとかまあありましたけど、あで説明がなかったんだけど、これ結局どういう感じで直したの。多分撮影してなかったと思うんだけど、そうですね、簡潔に言うと接着剤で止めたんですけど、つかなくて、マジックテープじゃない、あのテープとビニールテープぐるぐる巻きにして刺してるんで、もう、はい、まあね、まあそういう事故がねありましたと。はい、で多分ですね、ここまで押したのはこの今映ってるね、あの後ろのバイザーモニターの方ですね。これのまあ取り付けですよね、しんさんね。ここのまあなんていうんですか、あのマウンターというか、うん、これが全然あの純正と、このねバイザーモニターの付属のですね、まあ形状というか仕組みが、まあ、全然違うんで、まあとりあえずね、あのしんさんとかに調べていただいて、まあ民間のね、諸先輩方の真似をちょっとして、まあ、プレート急遽ね買ってきてっていう感じで、先ほど、お伝えした通りでやっては見たものの取れちゃったという感じですね。ただあの私ちょっと最後に思ったんですけど、プレートのねあの向き、ナットを上に向くようにしてやればもしかしたらいけたのかなっていうね。まあ、あの結構ね、いいとこまでいったよね、古谷君ね。そうですね、で最後ね惜しかったよね。惜しかったですね。多分だからあれ向きをね逆にしとけばね、もしかしたら一旦かもしれないですけど、うん、まあ後の祭りですね。じゃあ最後にちょっと皆さんの今日一日通してどうだったでしょうか。じゃあしんさんから。まあ今日初めて会ったね、はい、子たちと。そうですね、やって結構和気あいあいと人のつながりいいもんだなと。そうですね、本当にやっぱ普段のね生活だとやっぱこういう若い子たちとね触れ合うことってまずないんで、今日はね本当に楽しかったですね。うん、結果はねこんな形でしたけど、はい、じゃあ古谷君どうですか、はい、今日。そうですね、はい、しんさんと、はい、パントさん、とても優しい方で、とてもいい時間を過ごさせていただいたと思います。硬い、ありがとうございました。硬い、ありがとうございます。ありがとうございます。まあ本当にねいい子でした。はい、じゃあ最後にね、エスティマのオーナーの佐野先輩お願いします。ですね、タントさんの動画を結構昔から見させていただいてて、でツイッターで連絡取らせていただいて、やりたいことがあるって言ったら、もうなんかすごい
優しく接してくれて、今日にまでたどり着いて、こんな形で全部綺麗につけることができたんで、もう全然ですけどね、また何かあったら、なんか担当さんにお願いしたらどうにかなるんじゃないかって、いやーちょっとね、新さんともなんか仲良くさせていただいて、もう今日めちゃめちゃ楽しかったです。15時間くらい、はい、15時間ちょっと聞いちゃうとね、私もうーんってなっちゃうんですけど、いやでもね、本当にもうそんなね、滅相もございません。今日は本当に私いいところが全くありませんでした。もう新さんのね、本当に新さんがいてくれたおかげで配線もね、もう私の多分倍以上のスピードでやっていただけたんで、新さんいなかったら今日本当にもう終わってなかったです。終わってなかったんで、多分もうこのバイザーまで行かずにね、もう中断っていう形で判断してたと思いますけれども、なんとかね、本当に皆さんのご協力のおかげで、まあ絵面的にはね、こうやってもう点灯したね、ついた形で最後終えることができました。はい、でも本当にちょっとこのような今日結果で心苦しいんでね、ぜひまたちょっとねリベンジやらさせていただきたいと思います。はい、お願いします。では本当に今日は一日ありがとうございました。遠くからありがとうございました。はい、気をつけて帰ります。本当に気をつけてお帰りください。はい、遅くまで本当にすいませんでした。ということで今日の動画はここまで。それでは皆さんごきげんよう。 See you again。 バイバイ。せーの、チャオチャオ。ではまた次の動画でお会いしましょう。次はあなたのところへ行くかもしれない。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 では。はい、ということでやってまいりました。東京都。来たよ佐野くん。久しぶりじゃねえよ。一昨日だよ。つい一昨日だよ。やったの。